こんにちは、大峰です。今回は近いうちに配信予定の PC マキシマムについての告知をさせてもらいます。今回のもなかなか楽しい企画なんで、番組最後まで見てください。まず PC マキシマムを知らない方のために説明すると、自作 PC を作ったりパーソナルテストなんかをしていくコーナーなんだけど、今回はその自作 PC についての企画に関してお話をしていきます。僕自身 Mac はそれなりに詳しいつもりなんだけど、Windows マシン、特にその自作マシンは全然知らなくて、今回はその用途ダヴィンチリゾルブを使った動画編集マシンを組むことっていうことに絞って、そのゲームとかじゃなくてですね、でダヴィンチリゾルブをなるべく快適に使うために、その予算の6万円を使って組めるパーツの構成に関して皆さんの意見をください。ただ作った PC って僕が作るんだけど、それは僕が使うんじゃなくて、ヤムーポイントの交換対象にします。でそのヤムーポイントっていうのは、そのミントっていうアプリを入れてる人だったら誰でも集められる番組オリジナルのポイントなんだけど、このヤムーポイントを600ポイント集めた人に今回作った PC をプレゼントします。ヤムーポイントについて分からない人がいたら、そっちはこの動画のコメントで聞いてくれればね、それはあの僕が説明します。で募集する項目としては、CPUGPU、メモリ、ストレージ、ケースで、あと電源で、この6種類に、あと他に何かおすすめがあればそれも教えてください。それで、今回一つ条件があります。今回教えてもらいたいパーツなんだけど、その全部ドスパラさんのショップサイトから探してほしいんですよ。で教えてもらうときにパーツ名と一緒にその金額も教えてください。ツイッターだとすぐにその文字数制限に引っかかると思うんだけど、そのリプライで続けて連投してもらって全然大丈夫です。むしろそのパーツにかけるその情熱とかね、理由をたくさん書いてくれた方が面白いです、詳しい応募方法についてはツイッターで番組公式から情報を配信してるんで、そっちを確認してみてほしいんだけど、教えてもらったパーツの組み合わせの中から採用させてもらったお一人にヤムーポイントを200ポイントプレゼントします。今回作る自作 PC が600ポイントで交換できるから、まあ、その200ポイントでも、ね、足りないんだけど、まあ、他にもいろんな製品を交換品として用意してるんで、かなりいいものとすぐに交換することができます。もし採用された人と同じ構成の人がいたら、その200ポイントを分けて付与するんで、2人が採用された場合だと、ね、まあ、100ポイントずつって感じになります。あと今週の木曜日、ちょうど明日だけど、明日の夜だいたい20時頃から音声だけのライブ配信をしていく予定です。そこでツイッターなんかでお題に対して面白い投稿をして、番組内で採用された方にヤムーポイントを1から10ポイントプレゼントさせてもらいます。今回のお題は、思い出の自作 PC ってありますかです。ツイートする時の注意点として、必ずハッシュタグで YMR チャンネルと、今週のお題をつけてツイートしてください。最後にちょっとだけ宣伝です。ツイッターなんかではしょっちゅうツイートしてるんだけど、まあ、今動画編集のこととか、まあ、YouTube の運営方法とかを教える仕事をストア化を中心にもらえるように動いてます。でこのストア化からの収益が今の僕のメインの収益なんだけど、これが順調にいけば、まあ、今回みたいな企画をもっと増やしていったり、もっとすごいものを扱ったりすることができるんで、まあ、そういう意味でも皆さんには講座に参加してもらうだとか、そういったツイートね、拡散してもらうだとか、そういったご協力を本当お願いします。ちなみに公式アカウントが出てる、まあ、YMR チャンネルのですよ、公式アカウントが出てる特定のツイートをリツイートしても、最新のツイート限定にはなるんだけど、ヤムーポイントを貯めることができます。以上です。それではまた明日の夜お会いしましょう。さよなら。